京都駅ビル大階段にて。ワノ国を目指して冒険を続けていたルフィ率いる麦わらの一味だったが、ついたー、ここがワノ国かーって。京都間違えたー。うっかり上陸したのはワノ国そっくりな歴史都市京都だった。京都市中に散らばった麦わらの一味たち、動き出した海軍本部、海はないのに海賊たちが大暴れ。京都市一帯を舞台にしたルフィたちの冒険ロマン。この町すげー面白そうだな。野郎ども冒険するぞ。京都麦わら道中記、もう一つの和の国、実施中。京都麦わら道中記。ピーヤピーヤ。ワンピース大好き芸人小島よしおとワンピース大好きタレント久保真理が、京都麦わら道中記、もう一つの和の国を体験。歴史都市京都を舞台に、市内8カ所に設置されたスタンプを集めるスタンプラリーに挑戦。寺社仏閣や京都グルメなどなど、ワンピースと京都がコラボした京都麦わら道中記を完全網羅。漫画では語られないもう一つの大冒険がここにある。皆はん、ワンピースと京都がコラボどすえ。京都麦わら道中記、京都満喫スタンプラリーの旅。都会な京都の街を歩く2人、すると、あ、なんだこれ。麦わらの一味、京都市内に潜伏中。でっかく手配書が書いてありますね。手配書か、カー作っちゃってる。実はここ京都市役所、大きな手配書を貼り出し、市役所が中心となって京都市に潜む麦わらの一味を探しているんです。なんと市役所には手配書課も設置。京都市役所本気出すな。マジで、あ、すごい。失礼します。早速中を訪ねてみると。こんにちは。主人公一味の手配書ですね。わー、ゴークベリーだ。すごい、わー、すごい。こちら9枚のワンセットになってます。ワンセットでいただけるんですか。全部いただけるんですか。そうですね。さらにここで、スタンプラリー、こちらの台紙の方を、スタンプラリーの台紙を手に入れ、いよいよスタートしようとしたその時、なんとワンピースとのコラボを決めた京都市長に会えるとスタッフに連絡が。急遽市長室へ行ってみると。あ、失礼します。こんにちは。お前さん、ありがとう。よろしくお願いします。いいよね。ありがとうございます。あれでも本当は今日ね、小島さんも一緒にいらっしゃってるんですけど、うえー、あ、それあ、それあ、それ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 、こんな格好で街にいたら京都の景観損ねちゃう。でもそんなの関係ない、でもそんなの関係ない、でもそんなの関係ない。はい、おっぱっぴー、一生もやってほしいな、一緒に。しようかな、やったらな、威厳がなくなっちゃうもんな。でも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 、そんなの関係ねえ、そんなの関係ねえ、もう一回、そんなの関係ねえ。おっぱっぴー、はい、おっぱっぴー。やってくださったんですか。やってくださった。京都は多様性。なるほど。市長、変なことさせてすいません。さあ、ここからは真面目にお話を伺います。京都というね、このまあ威厳のある町で、うん、ワンピースとのコラボをしようと思ったんですか。そもそもね、はい、日本の世界の漫画の発祥の地は京都なんです、うん、1000年前に鳥獣戯画、人物絵巻、はいはい、そしてね、漫画アニメなどコンテンツ作業を大事にしようことでね、はい、漫画アニメフェアやったり、うん、国際漫画ミュージアムを作ったり、そこなんです。はいはいはい、でも私、ワンピース大好きなんです。
ショーワンピース好きなんです。子供も馬も読んで、はい、うん、あれあれちょっと、気になってましたけど、ズリッショいいな、尊敬する人やね。そして京都市役所が手配書家まで作ってルフィたちを探しているのにはある理由が。手配書家を作ってほしいという、うん、その坂月総統からの要請。はい、坂月から来たんですか。来たんだ。はははは。かけ幕もかしこき。この秋、うん、麦わら帽子をかぶったルフィ中船長を含む9人の麦わら一味なる凶悪な海賊が京都市に潜伏しちょるとの情報が海軍に入ってきた。総力を挙げて奴らの情報提供を呼びかけ捕らえることに協力を願う。元帥坂月。指令が来てたんですね。そんな麦わらの一味は京都市内の各所に潜伏、さまざまな場所とコラボしているキャラクターを探してスタンプラリーを行えば京都を満喫できるようになっているんです。京都の玄関、京都駅。コラボするのはワンピースの主人公モンキー D ルフィ、駅構内にある麦わら道中記の巨大コミックス。まずはここでマップを確認、そして横にあるスタンプ台でルフィをゲット。ちなみに駅ビル某所には偽麦わら一味のスタンプも。一気に8人集められますが、全て押して市役所に持って行っても何も引き換えられませんので、あしからず。麦わらの一味を探すスタンプラリー、続いて向かったのはロビンとフランキーがコラボする世界遺産二条城。ロビンとフランキーかける二条城。ロビンはあれだよね、その考古学者だから、うん、この歴史ある二条城。そうですね。フランキーは、フランキーはですね、スーパーな仕掛けがあるらしいですよ。発音いいね。まずはロビンとフランキーのスタンプをゲット。おテクノロジーと歴史、スーパー合うじゃねえか。スーパー合う仕掛けとは一体。続きまして、ここでは、はい、ニコロビンとフランキーの、はい、AR ツアーというものが体験できます。はい、まあ、ニコロビンとフランキーの2人の案内に従って、うん、二条城の中を探検する。あー、AR か。ちょっとこの辺、フランキー特製の AR 装置を二条城にかざすと。あロビンがいた。ロビンだ。あフランキーだ、フランキーがいる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 、あ、フランキーがいる。フランキーだ。フランキーが喋ってる。おめえら。早速フランキーの指示に従って二条城へ。あ、ロビンが動き出した。すげえ。歩き出した。それじゃあ最初に二条城について少し紹介させてもらうわね。はい。みんな徳川家康は知ってるかしら。知ってます。江戸幕府の最初の将軍となった人物ね。はい。二条城は1603年に家康の京都での拠点として作られた城なの。ロビンが案内してくれてる。AR を駆使したスーパーな技術を使えば立ち入り禁止の場所もこの通り。ちょっと失礼ですね。あ、入っちゃった。ロビン。あら、ロビン。それじゃあ世紀の瞬間に立ち会った重臣の目線から将軍を見てみましょうか。視覚的に奥行きを強調している。これらが将軍をより遠い存在に感じさせる仕掛けなの。はあ、なるほど。考古学者ロビンの案内により二条城を満喫する二人。実際に体験してみることもまた素晴らしいのよ。とその通りですね。いかがでしたでしょうか。いや、すごい。初めての体験かなと思ったんですけど。いや、初めてですね。いる感じしましたか、一緒に見る。いや、もう本当に、はい。あ、一緒に二条城歩いてきたみたいな。じっくり見れるし、うん、説明もしっかり分かりやすく、ね、してくれるんで。この本当の現場で見れるっていうのがいいですよね。続いてはチョッパーが潜む場所へ。そのコラボとは。
こちらがですね、はい、チョッパーとコラボしている聖護院八橋総本店さんです。おー、この歴史深そうなね、はい、お店ですけども、早速チョッパーいますね。なんでこれがチョッパーなんですかね。実はですね、八橋に使われてるニッキあるじゃないですか、うん、あれはその昔、うん、薬として日本に伝来したんですね。あー、そうだから、はい、お医者さんであるチョッパーが、うん、今回はコラボしています。こちらですか、商品というかコラボが。かわいい、あー、すごいピンクのね、かわいい。チョッパーの季節外れの桜の八橋、6つの絵柄が入ったチョッパー八つ橋、お上がりやす。いただきます。いただきます。あ、おいしい、おいしい。何それ、もう八つ橋ですね、はい、そんなに喜んでいただいて嬉しいです、はい、お上品な味ですね、ニッキの、はい、うん。もちろんここでも忘れずにチョッパーのスタンプをゲット。あー、いいじゃないですか、ぴったり。そしてこのお店の隣には驚きのコラボが。こんにちは。すごい。わー、すげえ。なんですかこれ。はい、すべて生八つ橋で再現しております。え、これ八つ橋ですかこれ。なんと感動のあの名シーンを職人さんが生八つ橋で完全再現。あのシーン、ね、ヒルルクのシーン、これ写真撮ってもいいんですか。あ、はい、いいんだ。販売はしていませんが写真撮影は OK、 フォトジェニックドスな。続いて向かったのはサンジが潜むというお茶屋さん。さあ、こちらがサンジとコラボしてる二軒茶屋さんですね、うん。わあ、これすごいね、この立派な店構え。そうなんですよ、実はこの二軒茶屋さんなんですけど、はい、お茶屋さんと料亭2つの顔を持ってまして、うん、はい、なんと創業480年だそうです。めっちゃ老舗で、この二軒茶屋さんで、うん、なんと、はい、サンジが作った京料理を食べられるっていうことなので、早速。嬉しいね、これは。麦わらの一味のコックサンジが作った京料理、お上がりやす。お待たせいたしました。はい、小岩つもハリケンベッドだ。ここで3時ならではの演出が。こちらが男性用の、はい、男性用は、あ、残さず食えって書いてある。シンプルに、うん、女性用があるんですか。女性用、うわ、いっぱい書いてある。なんか、何これ、いっぱい。俺これだけなのに。ワンピース一の料理人3時の作る京都料理とは。うわあ、すごい。すげえ。かわいいですね、見た目が。ねえ、いっぱい散りばめてる。カラフルで、うん、すごいボリュームたっぷりですね。本当ですね。中でも大人気なのが名物の田楽豆腐。そのお味は。うまい。上に乗ってるのお味噌、この酸味が効いてて、へ、めっちゃうまい。いただきます、はい、マリちゃんも食べなはれ、うん、うん、あったかい、うん、あ、スパイシーですね結構、うん、田楽食べたことある？初めてです、初田楽。いやー、これ最高のデビューだね、うん、贅沢なデビューだよそれ。ここからデビューできるなんて田楽、うん、最高の田楽デビューも。サンジの絶品京料理、おいしいお酢な。あー、おいしかった。そうですね、お腹いっぱい。お腹いっぱいになりました。はい、でも、うん、もうちょっと、うん、食べられません？どういうこと？お腹いっぱいって言ったばっかりなのに。甘いもの食べたいなって思って。スイーツね、食後の別腹がね、ここに。あら、あら、そう、サンジオーレがあるじゃない。そうなんですよ、和風テイストのサンジオーレがこちら。じゃ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 ーん、美味しそう、すごい、ね、これ何、モンブラン乗ってんのこれ。めっちゃ贅沢だねこれ。そしてストローが
ハート型なんですね。ほんとだ、かわいい、細かいな芸が、あーうまい、あー抹茶だ、うん、抹茶俺、うん、甘い、甘い、うん、マロンが濃厚ですね。あんこみたいになんか、うん、まったりしてる。さすがだな、サンジはお腹もいっぱいになったところで、サンジのスタンプをゲット。海だろうが陸だろうが腹を空かせたやつのいる地に水を出す、料理人魂の原点だな。航海士のラミがコラボするのは京都市民を運ぶ地下鉄の駅。アドバイザーに就任したラミがカラスマ御池構内をプロデュース。駅構内にはワンピースの世界観満載のちょっぴり不思議なポスターがずらり。さらにホームでは注意喚起のポスターも。なんと構内アナウンスはラミ本人が担当。必要としている方に席をお譲りください。みんなで助け合って安全に目的地まで行きましょう。ここでももちろんナミのスタンプをゲットして、続いてはブルックが潜んでいるという車崎神社へ。芸能の神様を祀っているこちらでは毎年数多くの著名人が訪れ、さらなる躍進を願っていくそうです。なるほど、はい、車崎神社は芸能の神様ということで、だからブルックね。そうですね、ソウルキングの、はい、でここ見ていただくと、あ、芸能人の一方さんとかね。そうなんですよ、はいはいはい、これを奉納すると、うん、まあ、ご利益があるっていうことで、このイベントでもブルックの名前で、うん、奉納してるみたいなので、うん、探してみましょう。いるんですかこの中に。はい、でもめちゃめちゃあるなここ。そうですね。この中にあるんですか。じゃあ先に見つけた方が勝ちということ。いいですよ、うん、負けませんよ。どうでしょうね、でも本当多いですね。どこだ、あった、あった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 、早っ、あ、本当だ、あった、麦わらの一味ブルック、すごい、隣日室京介さんじゃないですか。日室京介さんの隣、ね、すごい、もうやっぱミュージシャンですからね、うん、そうですね。そんな二人も芸能人、ここはブルック同様ますますの発展を願っておきましょう。そしてここにはこのブルックとコラボしたお守りが置いてあるそうなので、うん、お守り、あ、おこれだ、はい、すげえ、おーすごい、芸事で天下を取りたい方はどうぞ、うん、取りたい、取りたいよ、私たち取りたいですよね、うん、ここぞとばかりにお守りを購入。すごい、裏は車崎神社、裏ほらラブになってんじゃん、あ、本当だ、わほら、ブルックがいるからね、そう乗ってたからね、ブルックが天下、はい、これどうですか、もう取れます、二人で、二人で天下を、ああ二人で天下取ろうよ。ワンピース掴んでくださいね、あ、ワンピースを掴んでくださいと、ありがたいお言葉いただきました。芸能界の王になる夢を抱きつつブルックのスタンプをゲット、はい、だんだんやっぱ上手になりますね、押すのが、そうだね、うん、そしてゾロが潜むという三部寺へ。さあ、はい、三部寺にやってきましたね。三部寺はね、やっぱ新選組ですから、そうですね、新選組の大使が眠る三部寺、世界一の剣豪を目指すゾロにぴったりのこの場所には一体何があるんでしょうか。あ、これですね、ゾロの世界一絵馬、絵馬、へえ、世界一になりたいものを念じて書きましょうですって。そうですね、せっかくなので2人にも世界一になりたいものを書いてもらいました。はい、はい、私はマリちゃん、うん、これです、世界一の元気になる、びっくり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 、多いなびっくりマーク。小島さん、私ですね、はい、世界一の旗が芸人になる、落ちましょう。おー、はい、これはやっぱりもう裸芸人増えてきましたから、そうですね、多いですから、その中でも負けない、うん、負けない世界一の裸芸人を目指して頑張りたいなと思います。
世界一の願掛けをした2人、新選組の墓石がある巫舞塚へ。ゾロの展示物があるそうなんで。ここに作っちゃった。どこでしょうね。でもそっか、同じね、剣士が眠るところだからね、うん、そうですね。どれだろう。あ、あった。ありましたね、すごい。世界一の剣豪になるゾロ。ゾロこれ刀でやったんだよ。そうですね、きっと刀で、うんうんうん、切ったんだよ。すげー、迫力ありますね。あれ結構ゾロって漢字知ってるんだな。棒の字は結構さ、難しい。俺絶対書けねえと思ったよ、うん、ゾロは。てかすごくね、ここにかね、この新選組のお墓があるところで。後ろあれ近藤さんですよね。近藤勇さんですよ、胸像が。そか、本来もちゃんとここに絵馬をやるところなんですね。そうですね。2人の絵馬もしっかり奉納。ゾロのように世界一を目指して頑張りよし。ゾロのスタンプもゲットして、いよいよ大詰め。世間に何と言われようが、ただ己の剣を信じて戦う。お前らもそうだったんだな。麦わらの一味を探すスタンプラリー、最後の場所はウソップの潜む京都国際漫画ミュージアム。世界に誇る日本の漫画の博物館。こちらではウソップが京都精華大学漫画学部の皆さんに書かせちゃったウソップのオリジナル漫画を読むことができます。生徒の皆さん、ほんまに大きに。ここでウソップのスタンプを押して、9人すべてのスタンプをゲット。埋まった台紙を京都市役所手配書から持っていくと、集めてきました。スタンプ3つ以上で1万ベリー札のステッカー、9つ全部集めると小田栄一郎先生書き下ろしのイラストカードも。裏には先生からのメッセージが。これは嬉しおすな。京都麦わら道中記、もう一つの和の国。一度ならず二度三度、京都でワンピースを堪能できました。いろいろありましたけれども、はい、どうだったかな、まりちゃんは。いや、すごい楽しかったですね、うん、なんかそれぞれの場所に本当に麦わらの一味がいるみたいな、うん、そんな感じになって、もうテンション上がりまくりの一日でした。こんなにこう規模のでかいコラボなんかなかなかないと思いますよ。そうですね、もう一つ街使っちゃってますからね、うん、何回も何回もその通うことで、その今までお寺とか興味なかったけど、うん、なんか出てきたとか、ね、新選組とか興味なかったけど、うん、興味出てきたとか、なんかこの逆もあるしね、うん、はい、新選組しか興味なかったけど、ワンピースに興味出てきたとか、うん、その相乗効果が絶対ありますよね。ありますあります。でかい、本当に。次回、大覚寺の超ド級ワンピースコラボを大公開。見とくれやす。いや、ルフィが大きい。ルフィか。